それだけに怖いのがこの打席の今岡です。あーともきと打ってきた。153キロです。元西さん、よくねこう美味しい場面と言うんですけれども、今岡はそういう時の集中力すごいですよね。いや多分この打席がね一番怖いと思いますよ、美味しいと思って打席入ってると思いますよ。佐藤初球はですね大振りしましたけどね、はい、この後は本来の持ち味出してくると思いますよ。きっちりあのミート中心に来ると思うんですよね。マウンド上は加藤、この回から変わって3連打、ノーアウト満塁、バッターボックス今岡、ワンエンドワン、3球目これは高く上がった、どうだ、入った、今岡のグランドスラム、やはりこの場面怖かった今岡誠、どんな問題、そんな表情でホームに帰ってきました今岡、今シーズン第12号はなんと満塁ホームラン。いやー元西さん、はい、そんな話をしているとというあたりでした。やはりあのスイング見てもらったら分かると思うんですけど、コンパクトに振ってますよね。それまでのスイングと変えてますよ。少し青木さん高かったですから、本当に今岡選手に1球目でタイミングを測られたと。